皆さんこんにちは、ランタムです。今ね、ちょっと今ダイレクトカーさんの方に来てるんですけども、緊急で動画回しますっていうのがね、絶対にね浮気をしないと思ってたももさんが浮気をしたようなんで、カメラを回してるんですけども、それがねこの車両なんですよね。ダイレクトカーさんってハイエース専門店なんで、ハイエースしか作らんと思ったら、なんかこっそり作ってたみたいだから、ちょっとねどういうことなのかちょっとね今から話を聞いてみたいと思います。でももさん、ちょっとすいません。はい、どういうことですか。浮気したダイレクトカードのさすがやで。ちょっとね、いや本当にびっくりしたのが、これ確か日産の NV200 ですよね。はい、うん、なんでです。ハイエースだとまだ大きい人が最近多いんですよ。やっぱりもっとダイレクトさん、まだコンパクトないのっていうことで、これも実は名古屋のキャンピングカーショーでデビューするんですけども、小さなコンパクトの車開発しました。なるほど。ちょっと、ね、今出てるからなんですけども、まあ、比べてみてもね、ハイエースよりも一回り小さいんですよね。で、ちょっとね、車のことあんましね、詳しくないんで、僕にも教えてほしいんですけども、これ排気量は何 cc なんですかね。これは 2000cc。 に、これエンジン排気量は何 cc なんです。 1600cc です。1600、はい、あ、じゃあ僕のフリードと一緒なんですね。はい、おー、で、サイズがこのサイズなんですね。はい、じゃあマルチにいい感じの車ですね。でしかも4駆。あ、4駆なんですか。NV200 で4駆があるんですね。へえ。あ、じゃあ雪道なんかでも行けるっていう。はい、で、ポップアップにしてあるんですね。そうです。だからやっぱ中で広く寝てほしいなって、一応ランさんの動画でもいつも見とるんですけども、なんか上で。ああ。ポップアップ、これ標準にしました。おー、すごい。あ、全車種もポップアップなんですね。はい、でね、中もね、多分手を入れられると思うんで、中も見させてもらいましょう。はい、お願いします。どうぞ。結構絞り込んでますよ、今回は。おお。おお。いろいろついてる。ついとるでいいでしょ。二人乗りにしたの、実は。あ、二人乗りで。二人乗車の。二人。ああ。そう。でここでベッドで寝れて、ここでも1人寝れるし、はい、上では2人寝れる。あ、いうことですね。はい、はははは。2人乗りの3人就寝、ちょっとおかしいね。じゃあはい、下の椅子は取ってる格好なんですね。この後ろ取りました。なんでベッド。へー。で、ももさん、これベッドサイズはどれぐらいあるんですかね。600の1800ぐらいは。大体そうですね。はい、ありますね。はい、全然。で、あそこにあるのがスイッチボックスですね。スイッチボックス、はい。なんかいろいろとあって、走行充電されるタイプですね。はい、で、あとオプションで今ソーラーもついてます、実は。あ、これソーラーついてます。はい、あ、ほんとだ、でっかいのついてますね。はい、何ワットぐらいあるんです。これ確か165とかそんなもんだったかな。へえ、はい、165ワットのパネルがついてるみたいです。すごいな。じゃあもう走ってる最中も走行中もいけるってことですね。はい、今もソーラー充電されてます。ああ、だって起こしたらほいでもだいぶ発電効率上がるでしょう。はい、へえ、すごい。で、何でしょう、木にしてるから、はい、バンライフ風のやつですね。そうです。はい、バンライフ風にして、でこれも標準ね。エアコンもで、これね、ちょっとオリジナルでうちでブラック仕様にしました。すごい。かっこいいでしょ。かっこいい。ブラック仕様。いや、あるんかなと思ったら、ないない、浮いてない、普通白しかないからですよね。はい、うちでブラック仕様にしました。色が浮いてなくていいですね。はい、白にしちゃったら、こうだったら、そうなんです、どうしてもそうくっきりしちゃうから。で、あと冷蔵庫。お、車標準。冷蔵庫標準だよな、ちょっとももさんがちょいちょい自分のところの車を知ってないっていう。冷蔵庫も標準。はい、冷蔵庫標準です。ああ、いいですね。はい、取り出ししやすい位置にありますね。はい、テレビもついてるじゃないですか。はい、これはね、オプションこれはオプション。ああ、はい、で、壁にはね、コンセントの部分が来てるんですね。はい、はい、で、タッチダウンで、それ、はい、あ、へえ。あ、ここにはシガーソケットの部分があるから、はい、電源この分の部分はここで取ったりもできるんですね。はい、はい、あ、すごいな。で、これがベッドで、これ外れるようになってるんで、これを外しましょうか。はい、ここに長物が詰めます。いけますね。はい、自転車確かに十分乗せれますね。そうで、4駆なんで、例えばスノーボードとか。あ、いけますよね。で、なんでこれクーラーとか標準したかっていうと、これもワンちゃんもいいかなと思って。ああ、うん、はい、ここにゲージを置いて縛っていただいたりとか、はい、できますんで。いけますもんね。はい、ワンライフ風にして、で、中も快適装備っていう形ですね。で、なんかここら辺がね、すごい気になってるんですけども、これは何が入ってるんです？これね、ちょっとお見せできないんですけど、こ
ここで中にシステム、あ、じゃあ画像ぼかしてもらえます？はい、もうあのイメージ画像でいきましょう。はい、あ、じゃあちょっとこんな感じでから、はい、あ、こう、こういきましょう、こう、はい、はい、僕が見るような格好で、はい、ここにドンと、あー、なるほど、皆さんね、あの花畑の映像でお楽しみください。へー、あ、なるほど、はい、ここでやってるんですね。で、リチウムが2本、これも標準なんですよ。あ、これ標準なんですね、リチウム4が。へー、はい、すごいね、システム組んでありました。はい、イメージ、分かりやすく言ったら、バックトゥフューチャーのあのタイムマシーンのような感じのことになってました。ありがとうございます。で、こことその向こう側どうなったんですか？向こう側は、これはね、うん、向こう側はね、開いてます。中に荷物入れられる、あ、横から荷物が入れられるんですね、はい、へえ。で、上がパパですね、はい、ちょっとお邪魔します。後ろからよいしょよいしょ。僕ね、ポップアップってね、そうやって乗るもんなんだ、知らなかった。はい、結構快適で、あ、これね、これチャックで開きますんで、巻いていただければ。これすごいいいですね。いいしょ。あ、僕ね、ももさんね、はい、あの実はこれ上がね、うん、寝転んだことがないんですよ。あ、寝てみる。じゃあいいっす、いいっすよいいっす。じゃあ僕降ります。ちょっと涼しく。じゃあ、あ、はいはいはい、左右開けましょうか。あ、お願いします。ももさん、はい、失礼なこと聞いていいです？どうぞ。雨漏りとかしてんのんです、こういうのって。全然しない。ママさん、大丈夫よ。あの、走行中の話でもちろん。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。よく分かっとらんから。このまま走れないですよ。このまましたら走ったらダメですからね。うんうんうん。あー、知らなかった。へぇー。ごめんなさいね、皆さん。あの、セカンドチャンネルなんでね、すごい適当です。ももさんとワイワイ言いながらするっていうね。はい、どうぞ。よし、上がってください。もうここに足掛けていただいて。よいしょ。よいしょ。で、こうやって、まずは上に上がるんですね。はい。はい。で、上に上がって、これを1個。そうです、そうです。戻していただいたら。あ、こうか。なるほど。ちょっと待って。なんとなく分かってきたぞ。こんな感じなんですね。なんかね、すごい、車の上にね、キャンプしてるみたいな気分ですね、これ。おーい。いいでしょ。すごーい。ちょっと転がってみよう。気持ちいいよ、ランタン。気持ちいい。ああ、こんな感じになるんだ。見えるかな、皆さん見えますかね、これ。こんな感じです。足元もね、十分ってから、頭上もまだ余裕があるんで。あの、皆さんこれね、眠たくなるやつですね、本当に。この部分の触り心地もね、いいし、僕ね、横になったらね、寝る気スイッチが入っちゃうんで、寝たくなるけど、寝ちゃダメなんで、起きましょう。あの、人生初のね、ポップアップテント、これ最高ですね。あのね、風がスーッと入ってきてから涼しいです。山の方に行ってからこの分で、夏場なんかこれ寝たら風邪ひくぐらい、なんか風が入ってくる。いいよね。うん、わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにね、中庭ったらね、こんな感じでから、テレビもあってエアコンもあるから、もうそれはもう走る居住空間ですよね。そうです。これ多分ですけども、エアコン単体でから4時間ぐらい持つんじゃないかな。4時間、いや、6時間は持つな多分、はい、うん、だからそのバッテリーだけでから、はい、うん、だから停車時に寝る一番暑い時間帯をこの分で過ごすことができますね。そう、とか、あとワンちゃんとかね、中で、はい、車内に置いといてもクーラー入れてっていうことで全然いけますね。できますね、はい、へえ。今あったけど寒いぐらいちゃう。あ、音も意外と静か。そうですよ。うん、あの、風の出てくる音しかしなくてから、なんだろう、室外機のゴイーンみたいな、ね、あれはないですね、うん。これ室外機どこついてるんです？下です。あ、下につきました。すごい。こういったエアコンもね、多分これからはもう本当に標準装備になってくるんだろうなーっていうのがよくわかります。はい。はい、ということでね、ももさんの浮気の現場を押さえたんですけども、皆さん、いかがだったでしょうか？浮気とか言いながら、中身はね、すごい、ハイエースで培った技術が採用されてる。しかもね、最新式の車両でした。これからの季節、だからその、夏に向けて、すごくね、快適に過ごせる車両だと思うんで、こちらもね、キャンピングカー車の方に出るので、そちらの方で皆さん見に行ってやってください。はい、こんな感じですかね。じゃあね、今からももさん、ちょっとね、浮気をしたことを今後と問い詰めるためのね、お仕置き旅にね、トリップ2で出かけたいと思いますので、皆様、明日公開になると思いますので、そちらの方も見ててください。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。今度こそ本当に行ってきます。